チャルレス・マリアーノ・アランディス・サンドバルは、チリ・サンティアゴ出身のサッカー選手。バイエル・レバークー全所属。チリ代表。ポジションは MF。CF ・ウニーベルシダでチレ時代には、その戦略的なセンス、スタミナや、プレーメイク能力、マークやパスの能力から、すでに、プレメーラ・ディビシオン有数のミッドフィールダーとして、考えられていた。ポジションとしてはミッドフィールダーで、守備的。 ミッドフィールダー、セントラルミッドフィールダーのほか右ウィングもこなすことができる。国際サッカー連盟の公式サイトでも、高猾で名猛な最上級のミッドフィールダーで、特にボールを供給して、パスを運びネットを揺らす能力で著名であると、紹介されている。首都州のプエンテアルトで生まれた。母親は、サッカー指導者であった。 13歳にして CF ・ウニベルシダ・デチレの下部組織に所属し、その後、CD ・コブレロアに移籍した。2006年にそのまま、CD ・コブレロアのトップチームに昇格、CD ・コブレサル戦で初出場した。プリメーラ・ディビシオンでの初得点は、同年の CD をヒギンス戦であった。その後、CD ・コブレサルへのレンタル移籍、CD ・コブレロアへの復帰を経て、 CSD コロコロに移籍し、2009年のプリメラ、ディビジオンのクラウスーラを制した。2010年には、アルゼンチンのキルメス AC に移籍した。その後2011年1月1日に、CSD コロコロのライバルであり、下部組織時代に在籍した CF ウニベルシダデチレに61万6000ユーロで移籍した。CF ウニベルシダデチレではすぐに、レギュラーの座をつかむと、 コパスダルメリカーナ2011制覇に貢献した。決勝戦で、エクアドルのルジュキトを4から0で下し、チリ勢としては20年ぶりの大陸大会でのタイトルを持ち帰った。2013年4月17日、2012から13、シーズンのコパチレの準決勝では、ウニオンエスパニオーラと3の3の引き分けとなり、PK 戦にも連れ込んだが彼の PK をはじめとする。 決定力で5から4都市、決勝進出にクラブを導いた。決勝戦では、フル出場し、ウニベルシダ・カトリカとの試合は、フアン・イグナシオ・ドゥーマの決勝点によって、勝利を収め、タイトルを獲得した。2014年1月1日には、ジャンパオロ・ポッツォが CF ・ウニベルシダでチレが所有していた、彼の権利の半分を買い取り、ウディネーゼ・カルチョに、遺跡、10日に、 ブラジルの SC インテルナシオナルへのレンタル移籍が決まった。結局、ウディネーゼカルチョでプレーすることは全くなかった。SC インテルナシオナルでは、カンピオナートガウッショの2014シーズン最優秀選手を受賞し、クラブも43回目の優勝を達成した。2014年6月11日には投資家との連携によって SC インテルナシオナルに完全移籍。 移籍金は明らかになっていない。そして2018年6月までの新たな契約で合意に達した。2015年8月13日、バイエルレバー空前に移籍した。移籍金は明らかになっていない。背番号は20番。2007年にはミルクカップに参加した。2008年にはトゥーロン国際大会やミルクカップなどにも参加した。 その後2009南米ユース選手権に参加し、フリーキックから1得点を挙げた。チリエ代表としての初出場は2009年であったが、2010FIFA ワールドカップ、コパアメリカ2011の際にはメンバーに選ばれなかった。代表に定着したのは 2014FIFA ワールドカップ、南米予選で7試合に出場しボリビア代表、ベネズエラ代表から得点を奪った。 2014年6月1日には 2014FIFA ワールドカップの最終メンバーに選抜された。グループステージ第2戦となったエスタジオド・マラカナンデのスペイン代表戦ではエドアルド・バルガスの得点をアシストし、その後彼も得点しスペイン代表を完封。前回王者のグループステージ敗退とチリ代表の決勝ラウンド進出に大きな役割を果たした。 コパアメリカ2015ではボリビア代表戦で得点を上げ後から例の対象に貢献、決勝ラウンドに進出し優勝を果たした。代表での得点一覧。ありがとうございます。